藤藤巻巻、えー、維新の党ですあのまず質問の前に、えー、前川委員の方から、増税の話がありまして、そのときの、えー、大臣のお答えの中で、増税の軽減というのは、消費を喚起するためというふうにおっしゃってたんですが、あぜひですね、そのほかにも、働く人のモチベーションを高めるということを付け加えていただきたかなと。 いいいたたたただきかかったかなという,ふうに思いましたあのやっぱり孫子のが将来いい生活をしたい、孫子にそのためにもお金を残したいというのは、働く人のは、これはもう人間として当たり前のモチベーションですし、それを取り過ぎてはまずいということもありますので、えー、過度な格差是正というのは問題なんで、えー、働く人のモチベーションということもぜひおっしゃっていただきたいなというふうに思います。 で特にです、ね、あの私はあの格差是正が金閣玉状のようになって今なっていますけれどもやっぱり年に3回。 海外旅行行く人と3年にいっぺん海外旅行行く人の格差はあってしかるべきだと思って、それをなくす必要は私はないと思ってまして、もし格差是正が究極の目的であるならば、大門さんの党に政権を譲ればいいんだって、そうなるとやっぱり歴史的にあの資本主義に負けるということがありますので、格差是正も程度問題だということは十分認識をしておいていただきたいなと思うんですが。 ああここで質問に入りますけれども、そうは言いながらもです、ね、絶対に解消しなくちゃいけない格差ってあると思うんですね、えー、それは世代間格差だと思うんですが、えー、日本で一番の格差は世代間格差であるし、それは解消しなくちゃいけないと思うんですが、えー、平成27年度の今予算は、まさに世代間格差拡大予算だと私は思っておりますが、いかがでしょうか、はい、麻生財務大臣。あのい 一般会計の予算で言いますと96兆円ということになっておりますけれども社会保障関係約30兆とこれが三分の一を占めておることになりますがあの歳入面では全体の三分の一以上を国債発行というものに依存しておりますしたがいまして赤字国債を通して将来世代に負担を先送りしているという構造であることはこれは間違いない事実です こうした先送りを,できる限りを先送りしているという構造をできる限り早く解消するというためには現政権としては経済再生と経済成長といわゆる財政健全化というものの両立に取り組んでいるところなんですがあのこの27年度の予算において社会保障の改革を含めて歳出のまあ重点化効率化を行うことによって 国債発行額を前年度からら兆円, 4. 4兆円あの減らしておりますこの減額幅というのは過去3番目に大きいんですがまた赤字国債の減額幅に着目すると過去あの最大の大のきさとなっておりしたがいましてあの将来世代の負担の先送りの解消についてはこれはそれなりに取り組んでいるところでありまして次世代に負担の付けを付け回しをすると。 いうのをよしとするものではないことははっきりしておりまして、今後ともこの点には十分に留意をしてやっていかねばならぬなところだと思っております君、えー、それなりに取り組んでいるという,う ご回答でしたけれども、それなりでは困るわけでしてです、ね、えー、非常に重要な問題だと思うんですね、で社会保障費、確かに32.7%、私が今日ちょっとお配りした資料で、社会保障費31.5兆円、32.7%なんですが、えー、これ、地方交付税15.5兆, 15. 兆円のうちの約25%は民生費、まあ、あの地,方地方税の おまあ社会保障ですからこれ約四兆円分ですねそれとあと国債費も過去のおふた借金のあれですからそのやっぱり国債費の約三割はやっぱり社会保障費。 だったと本質、考えられますの、ね、で、それは約7兆円、そうしますとです、ね、社会保障費というのは、表面上出ている31.5兆円のほかに、えー、地方公付税の民生費分4兆円と、国際費分の7兆円、約42兆円あると、私は理解しています。で、96兆円歳出のうちの42兆円が社会保障費だとすると、残り社会保障費以外が54兆円使っているわけですが、この54兆円というのはですね、 まさにに税収に見合ってるわけですね社会保障費以外は税収でカバーし、社会保障、ということで、税収はすべて社会保障費以外に使われている、ほぼ同じ数字ですからね、ということだと思うんですよで。昔、昔でしたら社会保障費ほとんどなかったですからっていうのは、別に格差、社会保障費っていうのは、あの財政法上を、 所得の再販分再販分配分、すなわち格差是正ですから、これ、昔はなかったわけですね、あのなかったっていうのは、えーと、今の厚生年金に相当するものは昭和17年にできましたし、国民年金は昭和36年ですから、その前というのは、別に社会保障費、そんな大きくないわけで、ほぼ再配分なんてやってなかったわけです、格差是正やってなかったわけですね。ということは、それでいいんですけれども、その社会保障費という分ができた、先ほど、社会保障費以外を税収で賄っていっ となると社会保障費ってすべて借金で賄ってってるというふうにも考えられるわけですね。要するに国債で。ということはまさに社会保障費我々がもらって孫子が払う。要するにまさに孫子から我々に対するその所得分配、再分配というふうに考えられるわけで、これはもうこんな格差は。 ととんででもないい格差だと思まますのでこれはまさにその赤字国債を発行した、要するに財政をバランス、財政再建をすることこそ、日本最大の問題である世代間格差をなくす方法であるということをまあ十分理解していただきたいなと、これは要請でございます。で、次にですね、3月31日、日本経済新聞の経済教室にですね、きな国を京都大学教授が書いてらっしゃるんですね。 でちょっと読ませていただきますけれども、高橋は、これ、これ、これ、きのことですけれども、高橋これきょは1935年7月の声明で、借金政策は永続できず、いずれ、交債増発に伴う利払い費増加に追われ、結局、印刷機械の働きにより、財源の調達を図らざるをえざるに至り、かくしていわゆる悪性インフレのは必死の勢いとなるだろう。 ととししして財政政策を転換しようさらにですね、今回のですよ、今回の量的今の、今やってらっしゃる、日銀がやっている量的質的緩和も、財政の資金供給は目的ではない、しかし、高橋財政と異なり、副作用としてすでに巨額の財政支出をファイナンスしている、銀行が買った国債はワンタッチで日銀に転売され、最終的に日銀資金が財政支出を補っている。 と書いてらっしゃるわけですまあこれはまさにその今、日銀が印刷機械の働きによって、財政の調査を行っているので、高橋これ記憶流に考えますと、悪性インフレは必至であるというふうに書いてらっしゃると、沖縄さんはそういうふうに書いてらっしゃると思うんですけれども、この高橋記憶 これ今日のですねこの考え方、麻,麻生大臣の先輩大倉大臣であったし、麻生大臣の先輩総理でもあったわけですけれども、この高橋これきょの考え方にですね反論はあるかどうかということについてお聞きしたいと思います麻生財務大臣。これは少々長くなるかもしれませんけれども、高橋っていう人は、これはご存じのように、民政党じゃありませんから、この人は。 でしょあの我々が民主党の人に大倉大,大臣頼んだみたいなことをやっとるわけですよね簡単なこと言えばこの時代犬飼さんの時に彼は声優界の総裁かつ元日本銀行総裁元内閣総理大臣大倉大臣で終わったけどこの人を呼んできて任すと。 ということで一任されて彼は受けたんだと思うんですけれどもそしてその後高橋惠清が声優会の時にご存じように決命団事件が起きて。 決明,明団の内閣で井上淳之助の時のあれが殺暗殺そしてその後五・一五事件で確かあの時は犬飼健も暗殺ということに多分なったんだと記憶しますけれどもその後斉藤実に内閣になってまたもう一回高橋は大蔵大臣が引き受けさせられてその後突き続いてあれは二二六ですから岡田圭介内閣の時にもう一回また大蔵大臣ということを任命されるんですが。 この時にまあ高橋光歴は暗殺されるということになったんですがなんで暗殺されたかとそこが一番問題です私に言わせるとこの人はなった最初犬飼い武内閣でなった時にはデフレにはデフレ対策で動かすと言って徹底して日銀に乗り込んでいって財務省に登庁する前に日銀に行って金の打艦を停止円は暴落っていうようなことをやるでしょ。で結果として いわゆるデフレ対策を徹底して彼はやって成功するわけですよ。で少なくとも世界のウォール・ストリート・ジャーナルにコンディ「婚理・不況世界で最初に脱出するのは日本したのは日本と」と当時のウォール・ストリートに書かれた記事が残ってますからそれを見て丸々パクって使ったのがフランクリン・ルーズベルトっていう民主党の い大統領候補ですよでこれニューディールって名前の風呂敷みに包んで高橋コリはルさをそっくりアメリカでやって成功したんですよ間違いなくしかし高橋の偉いのはそれで景気が良くななっったたらインフレになってきたわけですよその時にもう一回内閣総理大臣と言われて岡田内閣の時にその時にはインフレにはインフレ対策でごわすと言って今度は支出をバタバタ切ったんですよ。 一番だから陸軍省に暗殺されたんですよだからそういったようなものはきちんとどっかで経済が回復してきた段階できちんと政策はデフレからインフレに変わったらそれは当然のこととして日本銀行としてインフレ対策に政治なり政策なりを財務省と一緒になって帰るのそれは当然だと私はそう思います。 理屈、まあ、は本当にそうなんですけれども、まあ、ただ今回の場合はです、ねえー、何度も申し上げてますように、出口があるか、そのインフレ対策が、インフレになったときに対策があるかというのが非常に重要であって、今の量的緩和では私はあ出口がない、コントロールできないんではないかというふうに思ってます。でもう一つです、ねあのこの 予算に関してなんですけれども、財政法では、国の歳出は公債、または借入金以外の歳入をもって、その財源としなければならないと、第2条ですかね、謳っているわけですね、要は赤字国債発行なんてとんでもないと、こういう発想で。 しかたがない場合には建設国債はしかたがないかのという発想なわけですね、でこの趣旨というのは、やっぱり二度とハイパーインフレを起こすまいという先人の知恵だったと思うわけですが、その先人の知恵を無視してです、ね、今度の平成27年度予算では、えー、約37兆円の新発債のうちに6兆円が建設国債で、ほとんど点約31兆円は赤字国債なわけですよね。 まさに先人の知恵、ハイパーインフレを二度と起こすまいという先人の知恵を無視している予算だと思うんですが、いかがでしょうか安倍大臣あのこれまでの赤字交際の発行っていうものは、あのこう <coughs> 交際残高の類似を含めまして、これは人口構成がやっぱり少子高齢化したことやら、資産のデフレーションが、まあ、バブルが 景気が崩壊後の長期にわたるいわゆる資産デフレ不況というものによるいわゆる税収の大幅な落ち込みというのがありましたので私はある程度やむをえない面もあったんだとは思いますがもちろん社会保障とか地域の行政サービス等々を享受しております今の我々の世代の負担が将来世代に先送りしているという状態が持続可能な状況とは言い難いとは当然のことだと思います。 従いましてこうした先送りをできる限りできる状況を先送りしている状況をできる限り早く解消するために経済再生というものと両立させながら財政健全化を一歩一歩進めていくそれがあの先人の地位にかなうものであろうとも思うようにところでもあります。こうした観点から平成27年度は赤字交際の減額幅を4.4兆円過去最大と。 いうことにさせていただきましたし2015年度の財政権全化目標を達成する予算とすることなど将来世代への対応もそれなりに対応しておると思っておりますまた2020年2020年度の財政再権全化目標につきましてもこの目標はしっかり堅持して今年夏までにその達成に向けた具体的な計画の作成をすることにいたしておりまして こうした取り組みがないと、やっぱり国に対する信頼とか、マーケットからの信頼とか、外国からの信頼というものを失うということは、日本の政治財政が成り立たないということになりかねないという危惧を持って、丁寧に対応してまいりたいと考えております藤巻武志君。まあ、あのその他にもです、ね、特大国際法を 1> を1年限りだったものを3年にするとか、要するに実質国際引き受けを日銀がしているとか、それからまあこれは日銀の話ですけれども、発行券ルールの一時停止とかですね、いろいろこう先人の知恵を無視してますので、えー、極めて私はハイパーインフレのリスクがあるかなというふうに思ってます、で、先ほど大臣の話も非常にあの納得のいくことで、言葉上ではです、ね、非常に最もな話なんですけれども、言葉だけではなくてですね、ぜひ。 赤字国債を、赤字を早く解消する方向でお願いしたいと思います以上です。